早川のビランジュ2013年4月27日、早川のビランジュとは、神奈川県小田原市早川にあるバクチノキの大木である。大正13年12月9日に、国の天然記念物に指定された、神奈川名木百選にも選出されている。幹には多数のコブがある。2013年4月27日樹高は約20メートル。 枝張り東西17メートル、南北14メートル。急斜面に生育しており、南側は北側より1メートルほど高く、土に覆われているため、周辺長は正確に測れないが、南側の地際を基準とすると根元周囲は6メートルになる。推定樹齢は、資料によって違いがあるが、概ね250年から350年と推定されている。 バクチの木の樹皮は、肺褐色で剥がれやすく、剥がれた跡が赤褐色、または、紅黄色になる。これをバクチに負けて、丸裸にされた状態に例えてバクチ抜きと呼ばれる。本樹の幹には縦に、筋状に模様が入り、くぼみ部分は、ひときわ鮮やかな赤褐色であり、ところどころ、小部状に隆起している。平成19年の調査では、3カ所以上の大枝が、 欠損していた。同じ株から伸びている若い幹には、肺褐色の樹皮も残っていて、かのこ模様になっている。根本は急斜面の岩場だが、枝には、葉がよく茂り、前方に深く膜のように垂れ下がって、この巨木一本で森のように見える。本樹の赤葛色の幹は、その中に入らないと見えない。1996年の台風で主観の上部が、裂けてしまったが、 樹勢は今なお旺盛である。秋に白い花をつけ、翌年には緑色の果実になり、5月には国枝植に熟す。この木の周辺の岩場にも幹周40センチメートルほどのバクチノキの若木があり、またこの木の根本付近や下の畑にもバクチノキの苗木が芽を伸ばしている。本樹の南側根本には別光竹が生えている。 なお、本樹の生育している場所の生地名は、ヒランチと呼ばれているが、この名は、本樹木に由来するとされる。合法城市の時代にすでにこの地名が生じていたという話もある。横の竹藪から見た、早川のビラン樹。急斜面に生えていることがわかる。2013年4月27日、豊臣秀吉が小田原攻めの際に気づいた。 石垣山市夜城で有名な石垣山北六の樹林の急斜面に箱根ターンパイクの立教と向かい合わせの位置に立っている。現地は箱根板橋駅から南方 1km ほど、早川駅からは北西 1km ほどのみかん畑を登り詰めた急斜面で上からの切り立った岩場が終わっている急な北向きの崖地である。本樹が生えている場所は強度が薄く、 安山岩が所々に露出している、石や土が混じった30度から45度の休憩者地であり、下側からでは幹に触れることも困難である。横の竹藪を回って、上側に登れば触れることができる。また、現地は、日照条件もやや不良である。水分条件の良い場所であり、周囲には、封筒カズラ、細葉かなわらび、犬で、吉上草などが生息する。 早川のビランジュの円形。数本の木がまとまって生えているように見える。2013年4月27日現在では、資料によって異なるものの、樹齢は、おおむね250から350年程度と推定されているが、大正13年に、天然記念物指定調査当初は570年から千数百年とも言われ、 ご法上氏の時代に植え付けられたものとも言われていた、当地を本樹に由来して、平乱地と称するくらい、古来から村人の目標になっている木である。明日の平和を保証するシンボルとして、付近の農民に親しまれていた。小田原箱根館を歩く旅人も、この木を確認してこの付近を通ったという。西国の猿大名が、山近交代で、江戸に向かう途中、カを止めさせ、自分は、 余命行く枠くもないと思っていたが、再び見ることができた。この木も丈夫であったかと、考え深げに見つめたという話もある。また、小田原藩主、大久保忠ザが、小田原に帰国した時、真っ先にこのビラン順について問うた、という逸話がある。大久保忠ザは、文化7年に、大阪城代、文化12年には、京都諸市大となったが、文政元年には38歳で老中に、 抜擢された。そこで9年ぶりに、小田原に戻ったとき、ただざねを迎えた家老が、ごますりのつもりで、留守中は殿様と同様に領内をくまなく回って、領民との対話を欠かさなかったので領内は安泰と、報告すると、ただざねは上機嫌で、あのビランジュは無事かと尋ねた。しかし、ビランジュのことを知らなかった家老は、そのような寺は領内にございませんと答えたため、 あの名木を知らぬとは、城内にばかりいたのであろうと、嘘の報告が露見し、ただ座の大目玉を喰らった、という話である。本樹の生えている一帯の土地は、小田原城主大久保氏の領地であったが、明治維新後に、大久保氏の御用を務めていた松岡家に払い下げられ、私有地となったものである。天然記念物指定当時は、当時の小田原町条約であった。 松岡明吉の私有地であり、木も同志の所有であった。現在も松岡家の私有地である。牧野富太郎は、この木が斜面の窪地にあって、工作の妨げになることがなかったため伐採される、こともなく今日まで残ったのであろう、と述べている。以前から地元では、陳樹木として知られていたが、史跡天然記念物保存会の参考学は、 マキ富太郎よりこの木のことを知らされ、実地調査を行った。三好は大正13年7月4日に天然記念物としての指定樹として調査のため現地を訪れたが、周囲には雑草や雑木が繁茂しており、調査が困難だったため、後日再調査となった。そして調査の結果、バク抜きは西日本の団地には多く生息するが、 東日本には少なく、特に本寺のように巨大なものは見たことがない。として、天然記念物に指定することの必要性を認めた。そして、大正13年9月16日には、正式に天然記念物としての保存が決定した。本寺は、神奈川県下には、数少ない国の天然記念物であり、昭和32年に、勝福寺の大長が、 県の天然記念物に指定されるまで、小田原市内に存在する天然記念物は、この早川のビランジュが唯一のものであった。現地解説版。2014年11月16日期の周囲に、柵などはなく、施肥や剪定、薬剤散布等も行われていない。本樹は、個人の所有であるが、国、県、市などから保全の助成があり、 本樹周辺の竹の伐採が行われている。木の前には小田原市が設置した解説版が建てられている。小田原は博地の木の北限に近く、昔から本樹は比較的珍しいものとされる。本樹が生息する小田原市早川地区には小田原市内で確認された博地の木十数本のうち半数近くが存在する。早川にある改造寺には高さ16メートルの 爆打の木があり、太さや古さが早川のビランジュに次ぐものとして、人目を引いている。改造寺のビランジュは、昭和56年に小田原市の天然記念物に指定されている。平成23年には小田原市より北にある神奈川県大井町及び南足柄市でも、自社境内などで爆打の木が確認され、従来の北原説を覆すものとして、 当該自治体の注目を集めている。AAB では250年、では300年、では350年。さらに、では300年以上としている。平成24年現在では、国、県、市を合わせて27点になっている。新聞や雑誌の記事は、データベースから検索、閲覧した記事については、データベース名と閲覧日を記入。それ以外の新聞、 雑誌記事は当時の紙面や縮冊版またはマイクロフィルムを直接参照したものである。ありがとうございます。